子ばっかり持ってきちゃうの？遠出の時にお菓子がないと寂しいだろ。遠足じゃないんだから、ほんとしょうがないわね。はい、みんなメンテする武器があるなら早めに行ってね。あ、じゃあ私のもいいですか？もちろんよ、そこに置いて。ありがとうございます。やっぱりリズは頼りになるな。今や細工も学ぶ私には怖いものなしよ。どんな武器でも任せなさい。アスナさん、新生術のことでちょっと教えてもらいたいことがあるんですけど、いいですか？大丈夫だよ。どうしたの？救世主様のお役に立てて毎日充実しています。本当にありがとうございます。救世主様のためにも早くこの事件を解決しなくちゃ。救世主様、次の指示は何ですか？今日はゆっくり休んで明日に備えてほしい。それからしばらく私を一人にしてくれ。はい、救世主様。メディナ、どこに行く気だ？ねえ、どうしたんだ？アリスがどこに行ったか知らない？私たちこの近くに設営した天幕で寝るつもりなんだけど。というか、なんであんたは男子天幕の近くじゃなくてしれっと女の園にいるわけ？いや、これはアスナに俺の荷物がちゃんとしてるか確認するためだって言われて。まあ、こうして女の子に囲まれてるのがあんたらしいといえばあんたらしいけど、なんなら気づかれないよう女子天幕に混ざって寝ちゃう気だったりして。そんなわけないだろ。キリト君、何話してるの？いや、アリスいないから探してくる。ごまかしたわね。それじゃ。キリト君？とはいえなかなか見つからないな。アリスどこにいるんだろう。でもメディナも少し様子がおかしかった。どちらも気になるけど、でも今は。やっぱり今探すべきなのはアリスだ。アリスが行きそうな場所は、そういえば昼間俺たちが昔氷を取りに行った洞窟が気になると言っていた。結局一緒に行けなかったけど、もしかして行ってみるか。
リス、ここにいたのか。キリト、みんな心配してたぞ。この近隣に魔獣がいないかを調べた後、すぐ戻るつもりでいました。そうなのか。何か私に言いたいことでも。いや、本当はここに来てみたかったのかと思ってさ。昼間行きそびれたから。ええ、昔この洞窟に私とお前とユージオで氷を取りに出かけた。確かそうでしたね。ああ。そしてここで私はダークテリトリーの土に触れ、禁忌目録違反を犯して氷協会に連行された。私が記憶を奪われ、アリス・シンセシス・サーティとなる分岐点がこの場所だったのかと思うと複雑な思いです。そうだよな。なあアリス、ルーリットに来てどうだった？どうとは？いや、俺たち昼間いろんな場所に行ったけどさ、何かアリスの役に立てたかな？魔獣の討伐以外で。ええ、お前たちのおかげで私は自分の原型となったアリス・ツーベルクについて多くを知ることができました。彼女がおてんばな賢い少女で、ユージオにとって大切な人であったこと、お前たちと彼女が友人同士であったこと、そしてセルカがずっと私、いいえ、私ではなく姉であるアリス・ツーベルクをここで待っていたこと。なあ。それらの事実と同時に分かったこともあります。なんだ。私は決して彼女ではない。どんな思い出を振り返っても、私は二度と彼女と同一存在にはなり得ないということです。失った時間と記憶はもう二度と戻らず、私がお前や友情と共有できる思い出は何もない。確かに今のアリスはアリス・ツーベルクじゃない。でも俺たちは記憶なんかなくても大切な仲間だろ。たとえそうだとしても事実は変わりません。私は聖号騎士アリス・シンセシス・サーティ、その魂は最高司祭様によって作られたもの、天界から召喚されたわけでもないという事実を知ってもなお、私は人界の守護のため戦い続ける。しかし自分が最高司祭様に作られた存在と知った以上、私は昔と同じ意識では歩めない、歩んではいけないのです。人形であることを今度こそやめるために。それで騎士としての義務に対して迷いが出てきた。そうなのか。ええ、私はやはり全ての人間を守るべきだという考えにはもはや賛同できない。人が戦う意味も知らず盲目に戦い続けることは不可能であり、何より間違いであると感じます。だから彼ら冒険者にもそれを知りたくはなかった。そうか。アリス、もしも気を悪くしたらごめん。あの冒険者たちをメディナに接触させなかったのは、意識の書き換え行為がシンセサイズの秘技を思わせるからなのか。はい、私はメディナ殿の行動を見て思わず昔の自分を思い出してしまったのかもしれません。やっぱりそうだったのか。最高司祭様によって大切な記憶と家族を奪われ、作られた人格で生きることを余儀なくされたこの身、私は聖号騎士として生きる今を不満に思っているわけではありません。しかし誰かが自分の意志を他者に奪われ、従順な兵器になることに賛同するわけにはいかない。やっぱりそう考えていたんだな。はい、お前には見透かされているのだろうと感じてはいましたが、みんなに心配をかけてしまいますね。戻りましょうか。アリス。何です？俺は今のアリスのこと好きだぜ。からかわないでください。からかってなんかないって。好きなどとお前と来たら本当に。ほら早く行きますよ。そして翌日。
俺たちは情報があった村へ向かうこととなった。次の日。さてと。